船戸停留場は、高知県高知市を大津にある土佐電交通5面線の路面電車停留場。船戸停留場の開業は1910年。土佐電、交通の前身である、土佐電気鉄道によって加護停留場から大津、停留場までの区間が開通したのに合わせて、開業した。乗り場は2面あり、南北方向に伸びる2本の線路を挟んで、向かい合わせに配置される。 線路の東側に、針間や橋方面行き、西に五面町方面行きの乗り場がある。針間や橋方面は、線路沿いの商店の軒先を借りるように安全地帯が設けられている。一方の五面町方面は西を並走する道路上に白線で乗り場が示されるのみ。船とは、土佐日記における、きつ行きの船出場所とされ、北側の国道1 9五号沿いに、 船戸を紹介する看板が立っている。ABC、土佐電鉄が走る町根弱100.156から158ページ。AB 今尾啓介、日本鉄道旅行地図帳11中国四国、新庁舎、2009年、60ページ。ISBN 978から4から10から79万29から6。上野広と、土佐電交通、再出発。 便利な市民の足に、高知で、設立式新デザインの車両披露。毎日新聞 ABCD 川島慶造、四国、九州ライン全線、全駅、全配線第2巻四国西部エリア、高段車、図節、日本の鉄道、2013年、34.91ページ。ISBN 978から4から06から295,161から6。 ABC、土佐電鉄が走る街ポンジャク84ページ、路面電車は行く高知高知新聞社、1998年、84ページ、ISBN4 から875032684。ありがとうございます。